下の娘についてですけれども、今、環境関係のことはおそらく学校でも授業などで話題になるんでしょう。夏にどうやって冷房を少なくして涼しく過ごせるかということを考えていたようで、出婚朝顔窓の外にカーテンのようにはわせたいと言い始めて、それで一緒にしました。また、私は機械があまり得意でないんです。パソコンは使ってはいるんですがあまりよく知らない機能がほとんどなんですけれども。 時々部屋に来て私の知らない機能を教えてくれたりすることがあります記者会見の場で明かす学校生活秋篠宮家の次女加古さまは皇室の一員として天皇陛下を支える大切な役割を担うこととなる彼女の成長過程は国民の大きな関心事の一つであり秋篠宮ご夫妻は記者会見の場などで加古さまたちの学校や家庭での生活などを明かしている 2005年11月22日、誕生日を前にした記者会見で、加子様の最近のご様子、ご成長ぶりについて、具体的なエピソードを交えてお聞かせください、と質問された秋篠宮様は、当時、学習院初等科5年生の加子様の近況などを冒頭のように紹介した。さらに、同席した紀子様も次のように述べた。次女の佳子は小学校の生活を大切にしつつ、 スケートの練習に励んでおります運動も好きですが、一方で静かに部屋で過ごす時間も増え、上の姉より勧められた本を楽しそうに読んでいる姿をよく見かけることがあります。また、短い時間の中でも布や毛糸などの身近な素材を使って人形や飾りを作ったり、お菓子を焼いたりしています。私も誘われることがたびたびありますが、このように作り出す喜びの心を持ち続けていることに嬉しさを覚えます。 スケートの練習、とは、ヨ子コ様が小学校2年生から始めたフィギュアスケートのことだ。習いたての頃は氷の上で転んだこともあったりしたらしいが、徐々に上達して楽しくなったようだ。大自然を満喫した秋篠宮家、3年8月に加古様が家族と一緒に私的にタイを訪問したことはこの連載でも紹介したが、姉の小室真子さんと共に初めての海外旅行だった。翌4年の夏、 カコ様は家族で東京大学の北海道遠州林に散泊し、大自然を満喫した。山に登ったり、その時に見かける高山植物やいろいろな樹木を覚える良い機会になったと思っております。とても楽しんでいたみたいね、秋篠宮様、とても良い思い出になりました、のりこ様、と、両親も満足した様子だった。また5年夏、秋篠宮ご一家は愛知県で開催された、 子ども環境サミット2005と愛・地球博を訪れた。秋篠宮さまは7月に子ども環境サミットが愛知県で開催されまして、娘たち2人もお招きを受けて参加しました。出席する人たちの年齢が10歳から14歳で、娘たちとぴったり合うんですね。 その会議に出席した人たちが非常に活発に話し合いをしているのを見ると自分の娘もそういう年代になったんだなということを感じました。そして、その行事のいくつかに一緒に参加して交流をする機会を持ったというのは二人にとって大変いい経験だったのではないかと思っております。